今手？今手なのかな？手相、オッケー。今10と読んでて、天すごいなって思って。とりあえず15プロに戻った。ドループちょっと良くなった。そうでもないか。でもなんかコメント読んでて6。え、待って。あ、ダメだ。オカリナ？オカリナ？おかえり、オカリナ、オカリナ？戻った。うん、そんなダメなんだ。もう。お、マチャリンが見えました。どの状態でも尊いから全然大丈夫。なんか親バカという言葉あるじゃない。バカ親、バカ親、親バカ、え、どっち、バカ親、マチャリン問題じゃないか。うん、親バカ、なんかね、どんな状態でも尊いって言ってくれたあつきはあつきバカだな。鉄装でも尊いってどういうこと？え？え？生命線ちょっと短いけど大丈夫？健康ちょっと良くないけど思って、自分鉄装変わってるかもしれない。前この線なかった気がするけどな。この線あったっけ？え？新しい線が出てきた。しかもめっちゃ不自然なところ。だってさ、線ってこんな感じじゃん。ここよ、ここに線が入ってきたのはなぜ？どうした、これ何線？え、誰が調べてみてください。ここからここまで、え、ここに線が入るの？線って基本横じゃない？手の線基本横じゃない？こうよ。何線？何線？手相は変わります。そう、手相は変わるけど、こうよ。何線？大糸線。山手線。山手線かぶってる。山手線？山手線、うん、え、これ何線？縦もあるけど、ここからここを今までないよ。ここも左手もある、右手もある。でも左手の方がちょんちょんで、右の方が薄いけどちょん。感情線、感情線ネタもう出身地バレるよ。中音線、それでさ、みんなあの住んでる地域バレるよ、バレるよ、バレるよ。山手線以外みんなバレるよ。山手線王道すぎて、もう、え、これ何線？もう今日は大井戸線使いました。もうどうしよう、これ何線、新しい線、半蔵門線、渋劇、あ、半蔵門線、銀座線、
山手線行けるじゃない、渋谷。次はバレても問題ないから、まあね。え、これどうやって調べるの、この線。何線。山手線か。いや、もうループしてない。小指下のた、でもね、縦じゃな、小指の下ポンじゃなくて、これよ、スーピューンって。ループしてね。あ、よかった。お、燃えるゴミゴミの人からめっちゃ可愛いいただきました、ありがとうございます。島田さん、確かにね、確かに島田さん最後あったな、2018年だった。うわ、18年だったわ。ピンゴ19年終わったから。マチャリンしか押せん。優しい。本当、マチャリンしか押さないの、嬉しい。東武線です、私の最寄り県は。もう自分で、あの、言うな言うな。バレるバレる。え、停止ループ直った。あら、まあ、強運線かな。え、調べよう。でもね、さっき自分も暴走が、 10S の暴走が良くなったけど、上の辺は押しても反応してくれない。ここの辺全く反応してくれないけど、もう暴走はなくなった。反応してくれないけど、でもね、上はまだいい。下だったらね、文字打ってなくなっちゃう。だからまだいい。で、そう、こう、なんか、こう、どこ、どうや、で、そう、調べよう。で、そう、立って、の、線、うん。海外だ。あ、もう買った。サブ用ね、この前取らんじゃって、しなった。どう、みんな、どう、みんな、真ん中じゃないよ、これは。何、あなた、何を私に伝えようとしてるの、何を私をに伝えるんだい。そう、小指下縦の線。お、あっちゃん、あっちゃんさんから可愛いいただきました、ありがとうございます。いい推しの日。財運線、本当に財運、本当だ。本当に財、本当だってなった。首下エリア立っててる線、でも斜めよ、立ててもない、斜め。金運線、しっかり小指、金運線が小指よりはもう薬指、あ、薬指じゃないな、小指だね。強い金運となります。
薬指の下太陽線幸せと表せ、あー薬下の方がいいな、太陽線、うん、経済的豊かさ持ちながら丈夫が、なんかね、でもね、あのね、あ、ほんとだ、長い財運線、財運線やん、財運線だった。え、でも初めて見たの自分この線、今までお金持ってなかったってこと？え、おち今気づいたの、この線が出てきたの、今まで気づいてなかった。財運チャンス、そうなのかな、あのね、でもね、実は私ね、お金に、お金持ちになりたい欲があんまりない。でもね、生活も、もちろん生活ね、一人暮らしだし、生活ともうちょっと余裕持ちたいけど、めちゃめちゃお金持ちになりたいという願望がない。これ右手左手気になるやん。違う、めちゃめちゃ お金持ちになりたいっていう願望はね、どうだろう、平均がわからないけど、少なくとも周り、表のお仕事の人に、周りね、みんな表のお仕事してる人だけど、に比べたらめちゃめちゃない方だなって思う。あー、でも、でも今まだちょっと暴走し始めた。でも携帯の画面1万円はどうぞって言いたいかもしれない。1万匹、1万以上だったの。あ、ちょっとまた、あ、あっちってなった。まあサブだから今めっちゃ別に急いで使おうとしてないから、じゃあちょっともうちょっと平均相場のところ行ったらいいと思うけどなって感じで、だから急いでないけど。え、小指下の縦めっちゃ気になるやん自分。今そういう願望が、そういう願望がないって言ってるのに、あほほほほほ、うん、あほほほほ、不備した体でその意味、そのどういうことだろう、ことだろう、どうしよ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 う、でもね、いい意味で金運もらったってことは、金運線、お金もらったってことはお仕事順調ってことじゃん、物理的に。そっちの方が嬉しいかも。なんかね、正社員でも、あの社員でもないし、そのこ、なんだろう、本当に自分の力でお仕事もらってるのもあるので、運線、金運線、金運が良くなるってことは、だってもう今まで見たことないから、ちょ、これからね、金運良くなるってことはお仕事も順調ってことじゃない、多分。お金増えるってことはお仕事も増えるってことで、っていう考え方したらね、っていう考え方したらね、お仕事も順調ってことかな。でもね、本当にこれからいっぱいやりたいことはあるんですよ。でも本当にめっちゃピッと言ってるけど、どれくらいできるか本当に自分の努力次第。神のこともそうだし、
パミは本当に完全に、まあパミだけじゃないけど全部全てだけど、自分の努力次第だね。でもパミはあのね、来年本格的に頑張るなんか今頑張ってないみたいな言い方じゃなくて、あの広めようっていう、うん、頑張って明日本気だしが半本格的とは、SNS もっと使って、まあとあることやりたいのけど忙しくてインスタ更新も止まってるし、そうなの、実はあのいくつはもう載せれるのだね、パミの投稿でもずっと忙しくて投稿してない、どうしよう、でも在庫はある、だからどうしよう、明日投稿しよう、10月中は全然投稿してないかも、パミのアカウントダメだ、本当に投稿するわ、本当にダメ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 で、本当にダメ、めっちゃダメだ、投稿するわちゃんと、うん、あまりにも休みがなくて怖い、これ休みがなくて、おとなしく投稿しなさいパミね、うん、まあするよ、するけど、じゃあ明日するから、じゃあフォローしてね、ちゃんとパミフォローしてね、うん、なんかパミの本格的に頑張るっていう言い方ちょっと分かりづらいかもしれないけど、とあることやりたいけど、できるかと、できるけどいつできるか、クオリティか、なんか全部すべて何もかも全部自分の努力なの、全部自分だから、うん、でもねパミは本当にただのただただ楽しい可愛いキャラクターではないのはちょっと伏線ただただ楽しい、へぇー、カミー、かわちぃとかみたいなキャラクターじゃないで、伏線はちょっと一回、実写版リアルパミ、いや、そういうつもりではなくて、うん、それで自社版じゃないけど、自社版じゃないけど自社版パミって何よ、うん、あ、ぜひフォローして、フォローしていただいて、 SNS ねめちゃこう頑張って更新するので、これからね、今ちょっとまだそんなになくいいけど、フォローしてもらって楽しみに待っていてください。ちょっと今とりあえず来週の舞台やべえやべえから、ちょっとやべえ方に集中しますちょっと本当にやべえあの未だにお稽古場で一回も完璧出たことない、何かしらやっちゃってる、なのに今配信してる、いや今はね、イベント、今日イベントあったし、今日いい推しの日だし、配信してもいいよね。そう、まずはやべえ方からパミのこと結構ね、マネージャーさんに早くこれ出してあれ出してとか言われてるけど、だってもう来月よ、え、待って待ってや、あれ来月のあれね、あれね、あれあれね、あれ 来月だから本当に近ないけど、とりあえず明日、ちょっと本当に書くわ、例のあれ、うん、あれね、うん、本当にダメだ、早く出さないと本当に怒られる、もう怒られてるけど
12月21日に休日希望するのを忘れないようにします。忘れないようにしてください。いい推しの日にショールーム本当にありがたい。ありこちらこそありがとうございます。でねさっきね香水の紹介を知ってる途中ループし始めたからまだ途中なの。どこまで行ってた？え待って最近これティフに全然つけてないからもう懐かしい。もう匂い出た懐かしい。ちょっと大人すぎて香水のせいだ。あだだだだ。え一番好きな香水っていい？香水という歌あるじゃん。ダンダダダンダダダダン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 の時の歌詞でね。あのブランド名ちょっと覚えてなくてカタカナ苦手で。あの香水めっちゃ好き。一番好きかも。ディオールよりちょい好きかも。コンサート思い出すわ。コンサートのコンサート期間めっちゃ使ってたから。最近は使ってね。のディオールね。ドルバカ、そう。いつもねドルバカの名前覚えてない。カタカナ苦手。でもね私あー落ちた。私すごいよ。前のコンサートで千代ちゃんに今ティフニーつけてましたよね。すぐわかりましたのと。ユイリーさんはディオールだった。ユイリーさんはディオールだった。すぐわかりました。はい。あ、すごい。ディオールの匂いしてる。さすがディオール。すごいねって言われた。ドルガバ、ドルガバ、そうゆかり姉さんも香水、そう香水つける派つけない派、つける、そうなの、なんかねテンション上がる、自分のためにつけてる。テンション上がるし、その時の奥に残る。それ難しいな。なんて言うんだろう。例えばこれもね、今年の春頃夏頃まで結構つけてた。だから当時のことを思い出す。うん、最近つけてないの。最近持ち歩いてるのをつけてる。最近はねこれにハマってる。ハニロア。なんかね持ち歩い、なんかねこれは持ち歩かないじゃん。いちょっと 重くてそうだから入れてる前につけるけど、結局自分常にね匂いが欲しいから結局持ち歩く方にしてるのね今は。だから最近これ全部つけてない。最近これ全部あの持ち歩く用じゃないかな。懐かしい。2年後つけよう。2年後つけよう。ちょっとまだ大人。持ち歩く容器ではない。まあできなくはないけど重いけどね。重いけどね。結構重いよ。でもね今はインテリアとして使ってる。使ってるというか飾ってる。2年後、ちょっとまだちょっと大人。めっちゃいい匂いだけどちょっとまだ早いな自分。うん。え、おじさんはおじさん臭を消すスプレーをしてます。おじさん臭って何？
え、そんなに？そんなにおじさんじゃないよ。え、それがずっとあのおじさん臭を消すスプレーをつけてるから気づかなかったってこと？あら？え、そんなに？今ちょうどやりとりがリアルタイム。やりとり？何が？香水って使用期限ないの？ないじゃない？ないと思うけど、あのね、前見た、香水しばらくつけない、使わない香水の長持ち保存方法あるの。これあるじゃん、そのストローじゃない、わかります？その吸い込むあれあれあれあるじゃないよね、私が今言ってること。あ、まだパチパチし始めた。全部あるよ、その、あ、わかった、こうだったら見えるかな、これあるじゃない、その一番ストローじゃないけどチューブって言うんですかね、出してシュ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 って全部出して戻す、したら、あ、だ出さないわ、逆にして限界まで出すってなったらさ、このあの香水がなくなるじゃん。なるほど、中身全部だ、違う、そうそう、だったらそのチューブの中に香水がなくなって、で完全に空気も遮断してる状態になるのね、で中持ちになるという方法は知ってるけどやってない。やってない。あー、ドキドキ暗闇になる、やっぱね、缶の中の香水を出すといい、そう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 、そういうことです。めっちゃ飛び飛びになる。うわー、あと何分、あと何分というか別に24時までじゃないけど、でもただ今ね、推しの日って言われたからね。あ、くだ、かんじゃない。くだ。41分。もうちょっと。推しの日って言われたから。もうちょっと配信しよう。くだ、そうなの。そういう方法が、はあるけど、あるけど、してない。香水が好きなの。え、でもどうしよう、これ本当に多分2年後使う、どうしよう、迷うな。大人ね、本当は自分の年齢にも合うけど、自分の年齢に合うけど、単純に自分の年齢、精神年齢が低すぎる問題かも。止まったけど目が動いてた。ホラー映画みたいな言い方しないで。ともさんからお星様いただきました、ありがとうございます。あ、くだ、その頃好み変わるかも。まあね、そうだけど、だからもっと好きになるかもしれない。
今自分と。でもだってさ、これいただいた2年目、これで最初うわ濃いと思った。寝る前、お風呂に入る前に、でさっきからずっとつけてないのはもうこの後お風呂に入るからもったいないな。あ、でもちょっと待って、それはね自分の好み変わったのか嗅覚変わったのか、それかちょっと時間経って匂いが変わったのか分かんないけど、え待って今の自分に合うかも。でも前はこんな匂いじゃなかった気がする。嗅覚変わったのか本当に匂い変わったのか。あ今の自分に合うかも。めっちゃ久しぶり使った、今年初かも。うん、感覚もでもねなんかね今つけてちょっとね甘い匂いがした気がする。前は甘い匂いがした気がしてなかった。鼻の嗅覚変わったのかそれとも本当に匂い嗅ぎ好き。いや私いつもちゃんと書くのね。前私のカニ配信見てくれたら分かると思うんですけど。うん、うん、本当にちょっと甘い匂いがする気がする。うん、他人の時の私ね。うん、まあ持ち歩いてはないけど使ってるよ。最近は持ち歩いてる方だけだけど常に匂いが欲しいけどね。うん、うん、本当に今年の夏のことを思い出すわ。春頃とかね、イリスの時とかね、うん、この匂いつけてた。凝り性だし私同じ曲を無限に聞くのよ。だからその無限に聴いてる曲を久しぶりに聴いたら当時のことを思い出す。一番ね本当にずっとと、うあれ色彩検定取った時に無限にあいみょんさんの曲聴いてた。同じ曲、おしゃれな曲、うん、まあ、夏のなんかなんちゃらかんちゃらみたいなタイトル覚えてないけど無限に聴いてたから、あの曲聴くたびに当時のことを思い出すけど、凝り性すぎて基本前聞いもう今は無限に YOASOBI さんの曲ループしてるけどから YOASOBI さん以外の曲基本聴かないな。最近何の曲あるかも知らない。ドラマも見る余裕がないから待って、前までは、ね、一応ドラマ見てたのね。だから旬の曲はね一応ちょっと把握してたドラマの主題歌以外は把握してないけど、まあ全く何も把握してない。自分も仕事めっちゃ辛かった時は翼はいらないのシングルの時だっただから聞いたらめっちゃ思い出すわら。あ
ね、思い出すよね、それ。ずっと聞いてても急に違う曲変わるんだ。え、違う曲に変わるの？違う曲は変わる。届けが精神。いや、届けは何年前？いや、届けは精神じゃないよ。精神じゃないけど、私の最初はアイドルだね。以来は更新してない。見てみよう、自分のダウンロード、自分ダウンロードした曲見てみよう。多分アイドルが最後だと思う。何月ダウンロードした曲、あ、in anyway はダウンロードした。アイドルなんかじゃなかったらダウンロードした。歌詞を覚えるためにダウンロードした。あ、小池はあのアイドルより最新。小池何年前の曲。え、待って、これ順番じゃないってこと？だってこれ絶対アイドルの、うん、もっと前。え、これ順番じゃない。あ、順番かも。ネタフリがめっちゃ好きな曲だけど聴かない。うん、夜遊びの歌い方の技術がかなりだけど。そうなの。野菜シスターズはダウンロードしてないの？うん、ダウンロードしてない。待って、最初の野菜出てこない。ふんふんふん、パセリ、アスタマショウガ、プチウェール、白菜。一番最初は誰？一番最初は誰だっけ？誰だったっけ？一番最初出てきた？いや、本当に最後詰め詰めだった。頑張って覚えた。カタカナだから。プチオイルって何よ？プチオイル知らない。プチオイルなんて知らない。プチオイルなんですよね。言い方悪いな。なんだっけ。タタタパセリ、アスタバショウガ、プチオイル、白菜。一番最初出た人は誰だ。それも私の知らない野菜だった。意外と野菜の名前知らないなって思った。何の話。そう、最後ね、私知ってる曲最後はアイドルだった。最新曲 AKB 以外の、AKB 以外の曲、最新曲アイドルしか知らない。あれ、何月だっけ。お、ともさんからとうとういただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。とうとい、ケール、ケール、パセリ、明日場所が、プチウェール、白菜、ハッピー、笑顔で行きましょう。本番前にめっちゃあの歌詞確認したもん。怖い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 と思って。飛びそう飛びそう飛びそう、どうしようどうしよう。ケール、ケールでさえ出れば大丈夫。ケール、パセリ、明日場所が。
のとプチオイルね、プチオイルも知らない野菜だったから難しい。手にいかなかった。え、待って、本当に匂いが甘くなった気がする。前はこんな甘い匂いじゃなかった。嗅覚変わった、好み変わった、わかんないけど、スンスン。うん、来週の撮影楽しみ。普段しないメイクをしたいな。マチメイクだけど、普段しないメイクしたいな。アクセサリーも派手派手、アクセサリー53分。うん、ループかと思った。何ずっとスススススしてる、スン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 。なあ、本当になんかね、可愛い匂いになった気がする。だ、2年前の自分にとっては強すぎて、今の自分にとってはちょうどいいかも。よし、今度使おう。次の役ね、スパコ。あー、スパコの匂いじゃないな。あー、絶対スパコじゃない、スパコじゃないな。スパコじゃないな。うん、でもディオールだったらちょっと可愛すぎるかも。ディオールだったら、うん、ちょっとお洋服は決めてるの。何が？スパコ？スパコはどんな感じよ。でもね、今お稽古中ね、ずっとこれ使ってるから、だからスパコもこれだ。うん、これだね、スパコ。まあ基本ずっとこれ使ってる。うん、スパコ。またパチパチに、パチパチになってる。まあとちょっとで終わるけど、今日はいい推しの日です。いい推しの日にアチャリンの配信見に来てくれてありがとうございました。撮影のお洋服は、撮影のお洋服ね、基本決まったけど、ねちゃんとは決まってない。まあ基本は決まった。楽しみにしてください。うん、良い推しの日でした。ありがとう。今残り何分？最後56分。最後 X 投稿したのでコメント見ます。コメントちょっと1分間だけ読みます。いい推しって、はい、あつきたちの自慢の推しです。優しい推し、いい推しめんだよって、みっって言って飽きない飽きないマジのいたくのところで噂になってる待って、私のセリフやんけないかいい嬉しい、マチャリン美味しい。いつも楽しく幸せな時間くれる素敵な推し。泣きそう。待って、今いるいい推しに決まっとる優しい、大好きな推し、一緒の推し、ただ一人の推し、頑張るわ。この言葉だけでご飯3杯食べれる自慢の推し。57分、ありがとうございます。こりゃいい推しだって、いつもいい推しですよ。ありがとうございます。最高の推し、優しい、ありがとうございます。もう時間なので、後で怒ってるセリフじゃないコメントゆっくり読みます。ではランキングと、13位はシフさんです。12位はラーメンさんです。11位はケントさんです。10位はヤピーさんです。9位は LSF さんです。
8位はサトルさんです。7位はおくちさんです。6位は燃えるゴミゴミな人です。5位はあっちゃんさんです。ありがとうございます、あっちゃんさん。では続きまして4位はしぎたんです。お稽古お疲れ様です。最高の推し、まちゃりん、これからもずっと預けです。ありがとうございます。にょん。3位はいずもんさんです。ありがとうございます、めっちゃ噛んだありがとうございます。2位はともさんです。いい推しの日に可愛いまちゃんに会えて最高でした。納豆あずき、納豆あずきね、本当に納豆あずきでね。最後1位はにゃにゃん、川やすひろさんです。にゃん、川やすひろさん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。ではあ、最後ふうさんからありがとういただきました。優しい、ありがとうございます。いつも最後ありがとうございます。では、宣伝タイム入ります。来週の水曜日から日曜日まで舞台あります。マジでときめけ。待って、今一瞬出てきたのはマジでときめけ星を女王って言うことしたんだ。混乱しとる、自分混乱しとるわ。マジでときめけ少女たち星の未来っていう舞台でね、詳しい情報はぜひマジの X かインスタグラムでチェックしてください。X インスタグラムぜひフォローして、YouTube も登録してください。近々嬉しいお知らせがあります。とりあえずお知らせする前に、12月21日開けておいてくださいえ、何の話。はい、では皆さんとりあえず12月21日開けておいて